先週公開された「マン」の歌詞について制作者の HFU メイクが緊急会見を行った。マン詞を書かせていただいたメイクです。こんにちは。マン詞というのはちなみに、マン詞というのはもともと星野源さんの「サン」がありましたので、はい、まあ、僕が歌詞を書いてるっていうのもちょっとおこがましいなというアレンジさせていただいたので、はい、今回は歌詞メイクではなくあえて「マン詞」と表現させていただきました。なるほど。これは肉まんの歌ではなく下ネタなのではないかという声が大変多くてですね。なるほど。そうですね、近いんで話してもらいます。近いですね、はい。まあ、まんというのがね、まあ、肉まんのことについていじって、書かせていただきました。肉まんのまん詞ということで。そうです、肉まんのまんで下ネタな気がするよ。あ、そういったご意見ご感想、大変多く今回いただきましたが、私どもそういった意図ですね一切ございませんので、全くもって、潔白な真っ白な肉まんの歌と考えていただければと思います。歌詞の中にムレムレだよ、中はとろり、脱がす、ひらひらというワードが入っていますが、はい、この時点で下ネタを狙っているのではという声がございます。そういった、事実や意図は一切ございません。ムレムレだよっていうのは、はい、肉まんこの話ですね。肉まんこの話、はい、コンビニに皆さん行かれた時に、はい、レジに肉まんこがあると思うんですよ、はい、肉まんこですね、はい、様々な種類の肉まんが肉まんこの中に入っているじゃないですか。その肉まんこを表現した歌詞でございます。まんしですね、はい。中はとろりというのは、まあ、肉まん全てにおいてとろりとしていると思うんですけど、やはり一番はピザまんです。なるほど、はい。じゃあ脱がすっていうのはどういうことですか。肉まんこの中に、はい、まず肉まんは裸では置いてないんですよ、はあはあ、それは衣服を肉まんがまとってまして、はい、真っ白な一丁羅、まあ食べる前には皆さんこう脱がしてね、食べると、はあはあ、そういった機会でやめていただけますか、はい、そういった髪をね脱がすというふうに統治法でね表現させていただきました。統治法を使って、はい、統治法ではない、やっぱり歌詞はいろんなテクニックを使って書くんで、はい、まあそこは統治法ですね。そうするとヒラヒラは肉まんの裏についてる、はい、あのヒラヒラのことを。そうですね、皆さんヒラヒラされてると思うんですけど、身振りのところですね、はい、こういった何かを開くような身振り手振りが入っていたと思うんですけれども、はい、それに関してはどういった表現を目指して身振り手振りを。そうですね、やっぱり肉まんをかぶりされる方もいらっしゃると思うんですけど、さかりとね、開かれる方もいらっしゃると思うんですよ、はい、ちなみにあなたはどちら派ですか。私はやはりガブリ派ですね、ええ、ただそういう開き派の方もいらっしゃいますので、ええ、開いて中のあんを、あん、僕結構先に具を見ちゃう派なんですよ。目で楽しむっていう、それ開く時をこう、ただねこうね表現してね、はい、もうちょっと伝わりにくいかなって思ったんで、はい、まあ、肉まんに込められている平和という意味をモチーフにしてこのピースサインでこう開くっていうのをね。肉まんには平和という意味が込められている。はい、ございます。初耳でございますけども、それは本当ですか。はい、本当です。どこからの情報ですか。おばあちゃんが小さい頃に僕に教えてくれました。おばあちゃんの名前は何ですか。貞子です。漢字はどうやって書くんですか。上に上目、こういうやつの子供の子です。最もメジャーな貞子でございますが、ええ、うちのばあちゃんの方がはるかに先に生まれておりますので、まあ、逆カバーっていう感じですかね。それは事実ですか。これは事実です。私のおばあちゃんは貞子、おじいちゃんがカツオでございます。食べてるぞ。かぶってるけど、でもはるかに私のおじいちゃんの方が先に生まれておりますので、はい、そちら逆輸入というふうにさせていただきます。私がパクリだと。そうですね、達人の達に男、達人の男と書いて、達男でございますので。なるほど、はい。ではやはりあの曲はもう一切下ネタではなく、はい、肉まんの歌だと、はい、そういうことでよろしいですね。その通りです。最後に一つお聞きしたいことがございます。メイクさんと普段共に過ごしているメンバーさんからのタレコミなんですけれども、サンの公開後コメントで、これどう考えても下ネタだよねというコメントを見ながらニヤニヤしていたというふうなタレコミがございますが、それに関していかがですか。僕は
作りたかっただけなんです。僕はちょっと大体許されると思うよ。ちょっと勘違いされるようなのも意図してましたけど、してたんですね。作りたかっただけなんです。どこに行ったんだ星野源の元の歌詞は。どこに行ったんだ。概要欄に貼っておりますよね。星野源のことをバカにしてるのか。大好きです。弾ける君の